吉田さんの今週の取材の末に使かん裏ネタは一体どんなものなのかこの時間聞いていきたいと思います吉田さん早速お願いいたしますす国際手配マジか 東谷義一容疑者への捜査を阻む壁とは、はい。えー、今月15日国会に一度も登院しないまま除名となりましてその翌日に警視庁が著名人らを脅迫したなどとする暴力行為と処罰法違反の常習的脅迫などの容疑で逮捕状を取りました前参議院議員のガーシー議員こと東谷義和容疑者、えー、拠点とする海外から帰国せず徹底抗戦の解明見していますがさあ今後どうなっていくのかというところですけれどもまあ 確かに須田さん,なんか最近は WBC の愛とか須田さんの、ね、あの岸田さんのウクライナとかってちょっとこのニュース、えー、離れてたんですがどうなっていくんですかこれ、うん ですからもう逮捕状が出ましてね、それを受けて、じゃ逮捕に至るのかどうなのかっていうところなんですけれども、海外にいるといっても、ドバイにいることはこれ、間違いないと思うんですけれども、これまでのちょっと流れを振り返っておくと、警察の本気ぶりといったり、本気度合いといったりすかね、かなりのものだなと私は感じるんですよ。どうううういいいことととととととかでですすねねもも東容疑者 参議院議員国会議員ですから2人。 のの壁っっていうのがあったんですねつまり国会開会中はですね、えー、まあ逮捕することはできない、うん、まあ、まあ、しようと思ったら、ですね、えー、国会に対して逮捕許諾請求というのを出して、出席している国会議員がですね、貫通以上の賛成でもって、その許諾請求を受けて、うんで、それで逮捕をするという形をとるんですけれども、うん、とはいっても、ですね、えー、国会開会中にあるのかわらず、海外にいたとするならばね、うん、えそれもままな ないというですね。非常にこう警察としてはメンツが潰されたと言ったらいいですかね。か相当な苛立ちがあったんだろうと思うんですよ。うん、とはって。はい でもですね、この罠を仕掛けて逮捕をするという、ね、状況よりもですね、うん、逮捕へ向けて一歩一歩、えー、手を進めてきたなと私はそう感じるんですね。はいうん、で、どういうことかというと、はいえー、昨年の12月なんですけれども、うんあの、ガーシー元議員に対してですね、うん、容疑者に対してですね、うん、6回ほど任意の、えー、事情聴取要請を行っているんですよ。で、これ、何を意味するかというと、これ、私もですね、昨年、 あのガーシー議員のですね、うんえー、当選を受けて、リモートで、まあ、インタビューをしたことがあるんですけれども。 でその中でね、被害者に容疑者はですね、こう言っていたんですね、えーまあ、臨時国会には帰らないけど、わけの臨時国会には帰らないけれども、はい、1>, 1月から始まる通常国会には、えーまあ、国会に行きたい、えー、帰国して国会に、えーね、あの登院したいというような意向を示していたんですね。でところがですね、1月になっても帰ってこない、おかしいなと思って、いろいろ調べてみるとですね、はい、まあ、ガーシー元議員をですね、取り巻く環境が、昨年の暮れから今年の 初めにかけて大きく変化をしといってもですね、この警視庁の捜査網が狭まっていたと言ってもいいと思うんですけどね、さっきの話に戻るんですが、えー、6回ほど任意の事情聴取要請をしたんですが、東谷容疑者はそれを全部拒否していたという状況、はい、でそれを受けて年が明けた今年の1月、東谷容疑者はですねあの、オンラインサロンを通じて日本のユーザーに対して、 動画情報を発信することによってその対価を得ていたわけなんですけれども、はいはい、もう YouTube はバーンされてましたんでね、うんえー、そこが収益化することはなかったんですが、はい、でその中で、資金管理をする会議者、うん、東谷、うん、容疑者のですね、オンラインサロンにおける資金管理をする会社に対して、はい、家宅捜索、つまり強制捜査がかかったんですね。はい、で、そうすると、やっぱりこれ逮捕へ向けて本気になって動いてるなというですね、うんえー、ことが、 間違いなくこれ東谷容疑者の方に伝わってしまうということで、帰るに帰れないという状況になってきてしまったんではないかなと。で、まあ,あ、じゃあ、仮に帰国したところで、不逮捕特権の壁はどうなるのかというと、ああ警察サイドが、国会サイドの空気感をですね押し量った結果、これは間違いなく逮捕許諾請求は通るだろうという確信は得ていたと思うんですよ。というのが、今回の除名、これ、完全に。 議論はんださすがにですね東谷容疑者のような方に対してですねまあとは言っても有権者が当選をさせたんだから国会議員がその首を切るってことはいかがなものだろうかという議論を呼んだんですけれどもとは言ってもその結果はですね旧 NHK 党に所属する参議院議員が1人反対しただけであとは全員賛成という状況つまりその空気感を見ればですねこれ対応許諾請求ま 間違いなく通るんですよ。はい、はい、なるほど。ということを、あらかじめ察知したのか。まあ、一切帰国しないという状況になった。うん、ですから、そういった意味で言うとですね。まあ、これ国会議員で。あったとしても、仮にですね、うんえー。そうでなかったようにしてのですね。逮捕はも病院体制に帰国したら。まあ、逮捕は病院体制に入っていたんではないかなと私は思うんですね。なんか本人のコメントを見ていると、なんかもう、なんなら直前まで。もう本当住んでるところまで、あの、帰ってくるつもりだったんだけども、慌てて、やっぱり。 というですからその空気感っていうのをいち早く設置した察知したんだろうなと私はそのように思いますね。でまあ,あの本人も、まあ、コメントの中で出してますけども帰らないし、まあまあ、逮捕もされないみたいなかなり強気なメッセージ出てますけれども現実これどうなっていきそうなんですか菅、うん、田さん。 ね、あのですから次の警察の手としては、ですね、はい、これは外務省と、まあ、警察庁というところと、外務省がですね、日、え、本、ー、に対して要請を出す何かというと、ですね、はいうん、旅券返納要請ですね、これを、まあ、旅券、つまりパスポートですね。 でこれ直接は普通はですね、えー、現地の大使館員や領事館員が行ってガーシー、ね、容疑者のところへ行って、えー、そういう要請をするんですが、うん、接触が仮に図れなくてもですね、はい、官報にその返納命令を記載すれば、はい、20日間のうちにそれが返納されない場合には、えー、パスポートは失効するんですよ。は でだから旅券がないという状況にパスポートがないという状況になりますそうすると、えー、おそらくです、ね、普通の国であるならば強制退去という形がとらえる、はいはい、つまり、えー、国籍がある国に対して、えー、強制的に戻していくというそういう手続きが行われる、うん、でそ,そこを見計らって警視庁は空港で日本の、えー、というのもドバイまで行くんでしょうね、うんえー、の空港で待ち構えていて同じ飛行機 同様して日本の領空に入った段階で逮捕状の執行というねっていうことが考えられたんですがただですね旅券返納命令を官報に記載するとこまで手続きはするんでしょうけれども、うん、仮にこれがパスポートが執行しても果たしてボドバイがね、うん、あるいは UAE アブラブ首長国連邦が強制退去処分にするのかしないのかこれは微妙になってきてるんですよ。は,へーはい それはじゃあ、あのー、強制退去にしなくていいよってことを UAE はできるわけなんですね、その状況は、えー。というよりも、うん、おそらくですね、無視と言ってるんですか、UAE サイドはですね、はああの、全くそれに対して無反応というか、はあ執行したんだね、えーはあ、でも強制退去にはしないよというですね、うんまあ、そういうような対応になる可能性も出てきちゃってるんですよ。となると、日本の警察するとどうしようもないわけなんですか。 ですから、ある意味でこう外交努力で、うんええ、帰国をさせる強制的な帰国をさせるということぐらいしか残された手はないのかなとなぜドバイ・ UAE がそういう対応をするのかというと、はい、えドバイっていうのははっきり申し上げてですねえ全世界の犯罪人特にお金持ちの犯罪人が多く集ままっているところなんですすよよ、うんはい、言われますよね、うん、ででそれがある意味でドバイの経済を支えているとも言われてるんですね。なるほどな ですからえ東谷容疑者を強制帰国させることに関しては、ドバイも UAE もさほど痛みがないんですよ。全く痛みなないいいと言ってもいいかなただ、この東谷容疑者を強制退去させることによって、他のですね、ある種、本国からといったら、母国からですね追われている人たちが慌てて、他の国へ移動してしまうということもありえるのかなと。 これ別に日本だけじゃなくってじゃあ世界中の,あの政府が同じようにこうどうしようもない状況で手詰まりな状態になっているということなんですね。 そうなんだからそういった点でいうとですねまあこの被害者に容疑者の存在というのはまあドバイにとってもですねちょっと頭の痛い問題かもしれないし、うん、とは言ってもですねあの、まあ、こういった中東の国々っていうのは要するに相手の国の内政には干渉しないけども、うん、我々の内政には一切干渉するなというですね、うん、まあそういうスタンスを、ね、取っている国が多いものですから、うん、え日本からですねプレッシャーを受ければえー、まあ受けないけ 動かない可能性はあの何かこう大きな動きがある例えば、えー、警察は何年かかってでもという話をしてましたけれどもあのかなりの長期戦という見立てなのかいやそれとも急転直下みたいなこともあるのかっていうのは一つはですねそのドバイの対応次第なんですけれどもそうこ、ん、うするうちにですねこれ国によってはね、うん、お金さえ払えば、うん、パスポートを出してくれる国もありますから。なるほど、はい でそうすると、えー、海外への、えー、国外へのドバイ以外の国へのです、ね、移動もできるようになってくるのかなとあ<ー>さあ次警視庁どういう手を打ってくるのかというのが一つ注目かなと思いますね。あねまあ、ということはそれぞれお互いそこまでの手の内は100分かっていながらという中でお互いにどんな手を出してくるのかなるほどよくわかりまでは設楽さん今週もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。